ってみたいバイト、まあ仕事、あ今までで一番印象に残ってるバイト、うん、俺もうすぐ出てくるわ、ホスト、ホスト、あー、見たいな、それ。ホストは、一番になるというか、もう日本一の記録出せる自信があるから、やりたいっていうのと、あともう、過去のバイトで言ったら、やっぱ、まあ、デリヒルのドライバーが一番印象残ったかな。特殊なやつで言ったら、ここだけは。相馬さん先でした。あ、来たんだ、急に。考えてきた。うん、俺、逆にだから、そういう、なんか、風俗系の仕事やってみたいけどね。はい、やったことないから、まあ、風俗の待ち受けとか、あそういうのやってみたいなって。裏側が知れますからね。裏側知りたいとか、まあ、大変だろうしね、うん、結局。あとは、あれでしょ、教習官。あーそう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 、瞑想教習官ね、面接の相馬、相馬とあと逆アナルの相馬ね。なるほど、まあ、練習俺で練習しろと一回、うん、そういうのやりたいけどね。あとやった中でだったら試験のバイトとかやっぱ、あー試験やったことあるんすか。ありますね、やっぱすごい。モルモットの次に僕がやりました。でもありましたね。1週間結構その監禁されてて、おしっことか尿とか全部取られるんですよ。でしかもそこも何百人ぐらい受けるんですけど、はい、その中で10人ぐらいしか受かんないですよ、地形リート、当時タバコとか僕吸ってなかったし、まあ今もやめたんですけど、はい、酒も飲んでなかったし、はい、でもう太ってもないし痩せてもないしっていうので多分受かったんですよ。すごい。で選ばれた10人でみんなで隅田川の花火大会の中継をみんなで見ながら薬を飲むっていう。すごいな、ね、やばいっすね、はい、やばい宗教みたいな。いやもうだ監禁されてるんでラジオ体操とかみんなでやるんですよ。へえ、同じ服で。すごいな。いや給料もいいんすか。僕のやつは1週間で30万ぐらいでしたけど、ね、高っ。高いっすよ。ちょっと怪しくないっすね。怖いっすよ、まあ、リスクはあります。それはそのぐらいっすよね、大体ね、税金が。すごいな。じゃあ6万さん、羊みたいなやってみたいですね。めっちゃ金持ちの羊やってみたいっすね。死ぬほど金持ってる。ちょっと見たいな、それも。本当の金持ちの付き人みたいなやつね。わかるわ。石油王そういうレベルの人もやってみたいっすね。印象に残ったのは大したバイトしてないんで特にないっすね。私ですか。はい、僕やってみたいのは死体安置所。ああ今あるんかどうか知らないですけど、大きなプールに、フォルマリンのプールに死体を埋めて、はい、死体が浮いてきたら棒で沈めてっていうのを延々と24時間繰り返すっていう。それやりたいですか。ちょっと変わってて、ちょっとだけなんですよ、はい、あとその幽霊とかっていないと僕思ってるんですよ。ほんまにおるやつ見てみたいと思って一人でしんどいスポット行ったりするんですよ。めっちゃ嵐大声出して、出てこいやぐらいの高田さんぐらいの感じ言ってて、これほんまにあるんですよ。だから見てみたい、ほんまに霊的なものがある。あなるほど。見たことはやっぱないですか。買えないんですよ。一緒に残ったのは昔ホテルのベッドメイキング、ビジネスホテルなんですけど、男性とか女性の性的な裏側が見えたから面白かった。ベッドマット、はいはいはい、剥がしたらやっぱエロ本があったりとか、なんかコンドームがあったりとか、なんかそれを感じておもろかった。じゃあ名人やりたいのは、野球でファールゾーンにいるじゃないですか。あれやりたいです。ボール取る人か。なるほどね。あいやめっちゃ危ないよ。飛んでくるぜ。目の前で見れるんじゃないですか。ああ野球はね。ああそっかそっか。一回やってみたいですね。あれはなんか資格いるんですか。高校生みたいな子がやってたりしてたたまに。中学生とかやってるよね。でも全然できると思うけどね、あれね。お願いしてみれば、そのヒカルチャンネルやったら多分やらせてくれるんじゃない。ヒカルさん始球式もやりそう。もうそろそろ。確かに。俺来たんですよ、断ったんですよ。えぇ、そうなんすか。どこのチーム。あ、すいません、こっち来たんですけど断ったんですよ俺。なんで。いや、別に特別やりたいと思わなかった。まあ、恥さらすだけかなって。ただ、まあ、めちゃくちゃ野球好きでもないのに。まあまあそうだね、そうだね。生きて出たところで、野球ファンが俺のこと知ってるんかって言われて、結構絶妙やなと思って、野球愛してたらめちゃくちゃ堂々と出れるかもしれないですけど、結構絶妙なの、野球部ではあるんですけど、みたいな距離感なんで、ちょっとやめとこうと思ってやりました。バッター言うと派生するんですけど、このネクステのメンバーでテレビに出てみたいですね。おー、全員でね。喋っくりしてもらってみたいな。あー、このメンバーで出ないですね。出ましょうか。確かに。それ出ましょうかで出れないでしょ。いやでも どっか出れますよ、それは。まだもしかしたらサプライズで。いつまでか決まってるかもしれないです。うわー。集められたら突然テレビ局っていう。うわ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 。すごいな、それ。別にラホさんいたらなんか安心感あるよな。テレビ局っすよ。